はウォッチングヨッティービー、お久しぶりでございます。ヨッピーです。いや今日は東京は下町月島のもんじゃ屋さんの前からお送りしてるヨッティービー、今日はスペシャルゲストを呼んでおります。今年2012年の8月8日葉っぱの日にめでたくユニバーサルからメジャーデビューアルバムをリリースするL だ O だ B だ U だ宮崎のナブです。うーわー宮崎よし宮崎 B だ U 間違いないぜ Big up your team。 今日は特別にそのメジャーデビューアルバムフルアルバムを記念して一曲カバーをしてもらいたいと思います。曲はもちろんあの歌ですよね。あの歌です。あの聞いてください。エイジアエンジニアで犬の歌聞いてください。本当にお前は幸せだったかい、僕は今でも会いたくて寂しいよ、数えきれない愛をありがとう、いつの日にか同じ場所でそれまでゆっくりお休み。イエーイ。イエーイ。ありがとうございました。ライブで九州宮崎エドラビラユーノブだぜ。イエーイ。包帯巻いても関係ないぜ。イエーイ。ビッグアップヨピー。イエーイ。ということで8月8日ユニバーサルミュージックよりリリースさせていただきます。間違いないぜ。ビッグアッププレスキット。イエーイ。パワートゥーザピーポー。本当にアルバムのタイトルがパワートゥーザピーポー。イエーイ。ということで本当にこんにちは。そうじゃないです。本当になんかこんな時代だからこそ僕はこのタイトルを持ってきて、音楽で本当にいろんな意味での恋愛でも人間関係でも本当にいろんな思いで希望を本当に訴えてるアルバムでもありますので、じゃ最後にこのアルバムのメイン曲を一瞬だけアカペラで聴いてください。 yeah, yeah. 人生つらいことばっかだけど、太陽に向かって頑張って咲いてる花のように俺らもなんか常に目標に向かって頑張っていこう。レッスン。太陽に向かって咲く花は誰よりも輝いてる、花咲かず